去年分裂問題に揺れた国内最大の指定暴力団山口組、新年を迎えた今日、警察が警戒に当たる中、篠田健一組長らが神戸市内の神社に初詣に訪れました。午前0時過ぎ、神戸市灘区にある神社に初詣に訪れたのは、国内最大の指定暴力団山口組のトップ、司忍こと篠田健一組長です。今年は神戸山口組との分裂問題を受け、一般客への安全を配慮するため、およそ40人の警察官が警戒に当たる中、例年とは異なり、一般客とは別のルートでの参拝となりました。分裂後、年末の餅つきなど恒例行事を中止してきた山口組、今回初詣を行ったのは篠田組長の存在感を示す狙いがあるとみられ、警察は引き続き抗争への警戒を強めています。